を切り出して軽く組んで並べてみました。古いねマスターグレードになりますので、正直ねあんまり大したことないんじゃないかなって思っていたんですけれども、こうやってねパーツを切り出してみると意外にねこう細かくってね多い印象を受けますね。あ、そうそうそう、今回のマスターグレードギャンはこのビームサーベルですね、これをね光らせるためにちょっとこれ軽く組んじゃったんですけれども、ちょっとこんな感じかな、ピンと合ってますかね、これかな、これ発光ダイオードがついてるんですよ、こうやってね多分これをこれかぶせて光ると思うんですよね。でこの発光ダイオードを光らせるためにはこのキットにねこう入ってないの、入ってない自分でね用意しなきゃいけないものがありまして、こちらですね、ボタン電池、これが必要になります。この発光ダイオードをね点灯させるのにここになんか入れるっぽいんですけれども、なのでこのマスターグレードギャンをですね組み立てようっていう方がおられましたら、日本語難しいですね。あ、まあいいや、マスターグレードギャンをこれから組み立てようっていう方がいましたら、このボタン電池だけちょっと別とね自分で用意しなきゃいけないので、それだけご注意ください。それではですね、マスターグレードギャンこれから組み立ててみたいと、なんかねこうやってと選挙のポスターみたいですね、なんか選挙のポスターってなんでこうやってみんなこうやってやるんですかねあ、まあいいや。それではですね、マスターグレードギャンこれから組み立ててみたいと思います。
Thank you.